グロースエアラハ、またはグロースエールラハは、ドイツビュルテンベルク州、レムスムル郡に属す、町村である。人口、約2600人、人口密度は100人、平方キロメートル以下で、シュトットガルト地方で、最も人口密度の低い町の一つである。グロースエアラハの町域は、北をロート川、南をムル川に挟まれた高台である、マインハルトの森に位置している。 高台に位置しているため、シュバーベンフランケンの森並びにレムスムル群の最高地点はこの町にある。隣接する市町村は、北東にビュステンドウと、北にマインハルト、東にオーバーローと、南にムルハルト及びズルツバフハアンデアムル、西にシュピーゲルベルクが位置している。グロースエアラハは、旧グロースエアラハと旧グラープの2つの地区からなり、合わせて25の村落。 小集落、農場、入植地が属している。旧グラープ町は、バーデンビュルテンベルク州の自治体法に基づき、独自の地区議会を有している。出展、スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベルタンベク16世紀に描かれた、ベイリングスバイラー城の越図小集落、ベイリングバイラーは1251年に、初めて文献に記録されている。トロイゼンバッハ集落は1300年に、 初めて記録されている。エアラハの二つの農場が、一つは、リューリガー・フォン・ウォールンに、もう一つは、ブルクハルトとフリードリヒのシュトゥルンフェーダー兄弟に、属していたことが1364年と1370年に記録されている。1500年頃、最初の荘園が、レーベンシュタイン博の所有となり、シェンク・フォン・リンプルグが、第二の荘園の所有者となった。 グロースエアラハ村についての最初の記述は、1441年1月2日に、レーベンシュタイン博からプファルツ選定校、ルートビヒ4世に売却された際のものである。1750年には、グロス、エロック、オーバーエロックと、クライン、エロック、ウンターエロック及び、ガラス工場が記録されている。土地所有者は、レーベンシュタイン博一人であった。ンンプルグリョも、 レーベンシュタイン白領も1500年から1806年までフランケン帝国クライスに属した。1911年に上水道と電話網が整備され、1927年に電気の供給がなされるようになった。第二次世界大戦の終わり頃、1945年4月16日にドイツ国防軍がマインハルトへ通じる橋を爆破した。 その2日後の4月18日にアメリーが軍兵士が戦車でこの町を占領した。ノイラテルンのガラス職人の息子、ハンス・グライナーが1568年にミッテルフィッシュバッハに最初のバルトグラスヒュッテを開設した。この工場は1702年まで創業していた。1605年にアルトフィールステンヒュッテ、1695年に ノイフィルステンヒュッテでガラス製造が行われたが、1771年に閉鎖された。1737年に最後のガラス工場が現在のエルラッハー平営地区に開設された。スイスから来たイスラエルエクスレがガラス職人の責任者とされた。彼はそれまでの緑がか,かったガラスを高品質の透明ガラスに改良するのに必要な知識を有していた。 彼の息子のフェルディナント・エクスレは、その後エクスレバーゲを発明した。エアラハでは主にフラスコや蒸留機などの薬局用機材が製造された。1891年には、ディアコニシェスベルクがエアラハのガラス工場を獲得し、エアラハ労働者集落を建設した。ここは、現在、軍内で最初の、さらにはディアコニーのドイツで最初のバイオエネルギー村になっている。 1772年12月に3人の農夫が泉の溝の近くで銀行席を見つけた。これを受けてレーベンシュタインの鉱山館リーデルはリーマースバッハに銀行さんと精錬賞を開設した。しかしわずか数年後には赤字のために閉鎖せざるを得なくなった。グローセアラハは1806年にレーベンシュタインと共にビュルテンベルクの一部となった。 1834年から1847年に、現在も残るガストハウスクレーネが、シュトゥットガルトシュウェービッシュハルカンの宿駅として建設された。1916年に、未亡人クラインクネヒトの農家が、連邦中の注目を集めた。4月30日から5月15日までこの館の中の何者かがその住民を怯えさせ、助けるために集った。 近隣住民によってもなだめることができなかった。この館は住民によって放棄され、閉鎖された。村長、教師、アムトの役人、県の役人がその承認となった。1848年5月13日にグロースエアラハは独立した自治体となった。これに編入された集落グロースエアラハ、クラインエアラハ、エルラッハーグラスヒュッテ、 リーマースバッハはそれまでズルツバッハに、ウンターフィッシュバッハ、ミッテルフィッシュバッハ、オーバーフィッシュバッハは、ライヒエンベルクに属していた。グロースエアラハは、オーバーアムとバックナングに属した。1821年から独立したマチソンであった、ノイフュールステンヒュッテが、1939年10月1日に、グロースエアラハに編入された。これには、クライエアラハの北部、 アルトフィスルテンヒュッテ、ベーリングスバイラー、ハルス、クーンバイラーフォンビュステンローと、ビートホーフフォンマインハルトも含まれた。ブッツベルク、フランケンバイラー、ホーエンブラッフ派、マネンバイラー、モールバッハ、モーイコールプラッテ、シェーンブロン、シェーンタルヘフレ、シェーンタルゼーグミュレ、シュバイツァーホーフ、トラウゼンバッハを含む独立したマチソングラープが、 1974年7月1日に市町村再編に伴ってグロースエアラハと合併し新たな町グロースエアラハとなった以下の表は各時点における地域内の人口を示している数値は推測値、人口調査結果またはバーデンビュルテンベルク州統計局の公的な研究結果であるグロースエアラハの町議会は10議席からなる復元された リーメスグラープ地区のハイデンブッケルには、オーバーゲルマニシュレティシャー、リーメスの2番目に高い地点がある。リーメスは、2世紀のローマ帝国の国境であり、見張り塔、防御柵、ドルイト堀が復元されている。ローマ時代の見張り塔の復元には、トライアノスの記念柱に刻まれたレリーフがモデルとして、用いられた。塔は、バーデンビュルテンベルク州で、 最初の復元石像リーメス監視塔として1982年に建設された。2004年にはリーメスを守るための林道が復元された。1773年に開作された銀行サンゴッテス港はグロースエアラハのシルバーラッシュが終焉した後長らく埋められていた。1926年に再び高校が開けられ一般公開され始めた。 第二次世界大戦中は防空壕として利用された。その後は忘れ去られたが、1993年にグロース・エア・ラハ、グラープ郷土協会が再び掘り起こし、修復を行った。2000年5月から長さ30メートルの区間が再び一般、公開された。グロース・エア・ラハとエル・ラッハーヘイとの間の高台からは、シュバー・ベン・フランケンの森を遠望することができる。 グロースエアラハ通信塔連邦同儀14号線が、最寄りの中規模中心都市、バックナング及びシュベービッシュハルを結んでいる。1953年から、アレクサンダーイコールシティフトは、ノイフュルステンヒュッテに本部を置いている。ホーエブラフハには、1985年に建造された、高さ133メートルのドイツテレコムの、グロースエアラハ通信塔がある。この塔は、 ゲムスムル群で最も高い建造物である。スタタスティシャスランディゼムットバーデンベルタンベク、ベボケルーングナーハナッシュナラタットウントガッシュレッシュと、a m 三十一デトセンバー二千二十ゲマインデアンドビショフトテイロート、ゲマインデグロサーロック二千十八年十一月九日、閲覧。ダスラントバーデン、ベルタンベク、アントリーチベシュレイバーングナーハクレイソンウント、ゲメーンデン、バンド3 レイゲルウングズベイトサークシュトゥットガルト、レギローナルファボンとミトラーネッカー、シュトゥットガルト、コールハマー、ピアニッシモ、554から556、ISBN 978から3から17から004758から7、ハウトサツンフォーム25、ノーベンバー 2004? ゲマインデグロサーロック、2018年11月9日、閲覧。 フラッシュサイト1996ナウハトツフリーチャー、テてんスタタスティシャスランディゼムットバーデン、ベルタンベク、グロサーロック。2018年11月7日閲覧。ゲマインデビショフトゲシヒテカーゼクロニック。ゲマインデグロサーロック。2018年11月10日、閲覧。ゲマインデビショフトゲシヒテグラシュトン。 ゲマインでグロサーロック、2018年11月10日、閲覧。グロサーレイカー・グラシュトン、ハイマトベリングロサーロック、グラブ EVP4、スタタスティシャス・バンディゼムット、エド、ヒスターシャス・ジェメインデバース・シュニス・フィワダイ、ブンディス・レブ・ブレイク・ドイッチュランド、ナ・モンス、グレンズ、ウント・シュラッセルト・ナ・マーナンド・ランガン・バイ・ゲメーンデン、クレイソン・ウント・レイジル・ウングズ・ベザーキン・ホム27.5、 1 9 7 0ビス3 1 1 2 1 9 8 2シュトットガルト、マインツ、w コールハマー、P463ISBN 978から3から17から003263から7ジェミン・ラッツェワラ2014スタタスティシャス・ランディゼムット・バーデン・ベル・タンベク、グロサー・ロック2018年11月10日ラン、フライツイト・アンド・クルトゥール・ユネスコ ウェルターブライムズライムズレコンストリュークション。ゲマインデグロサーロック2018年11月10日、閲覧。フライツイトクルトゥール、グロサーレイカーフィールファルトシルバーストーラン。ゲマインデグロサーロック2018年11月10日、閲覧。ありがとうございます。